マーク・マドセンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ウォールナット・クリーク出身の元バスケットボール選手。原指導者。スタンフォード大学の中心選手として活躍し、2000年の NBA ドラフトでロサンゼルス・レイカーズから29位で指名されて NBA 入り。練習からディフェンスやリバウンドに精一杯に取り組む姿勢をシャキーロ・オニールからも絶賛されるなど、 カートランビスのさらいとも称された。窓戦はたちまち、ステープルズセンターのレイカーズファンの人気者となり、2001、2002年の NBA チャンピオンも経験するも、攻撃力の乏しさが、あだとなり、ルーキー契約を3年で打ち切られ、2003年に、ミネソタティンバー・ウルブズに移籍。当時のウルブズは、ケビン・ガーネットのワンマンチームからの脱却を図るべく、ラトレル・スプリーウェルや、 優勝経験者のサム・キャセールを獲得するなど、積極補強を観光し、2003から04シーズンの、ウルブズは、快進撃を展開。窓戦をガーネットの控えとして奮闘し、チーム史上初のウェスタンカンファレンス1位で終えた、ウルブズは、プレイオフでもカンファレンスファイナルまで勝ち上がり、窓戦のフルスのレイカーズとの対戦となった。しかしシーズン中から負傷に苦しんでいたキャセールの、 不審が影響し、2勝4敗で屈した。翌シーズンは、プレーオフ不出場に終わり、キャセールをロサンゼルスクリッパーズに放出。スプリーウェルは契約延長を拒否し、事実上の引退となり、ウルブズの象徴的存在だったガーネットも2007年に、ボストンセルティックスに移籍。窓船の序列も年々低下し、2009年8月に、ロサンゼルスクリッパーズに放出後解雇され、 引退した。窓戦は引退後即コーチ業を開始。2009から10シーズンは D リーグのユタフラッシュのアシスタントコーチを務め、2012から13シーズンは母校のスタンフォード大学のアシスタントコーチを務めた。その後2013年5月にロサンゼルスレイカーズ参加のロサンゼルスディーフェンダーズのヘッドコーチ就任が発表されるも、同年7月にロサンゼルスレイカーズの アシスタントコーチに昇格し、フルス復帰となった。ありがとうございます。